今日はヨハネの福音書16章5節より13節まで読みますヨハネ16章の5節より13まで声出してどうぞ今私は私をお近しになった方のもとに行こうとしてるが あななた方は誰も僕へ行くのかと尋ねないむしろ私がこれらのことを話したのであなたとの心は悲しみで満たされているしかし父を言うと私が去っていくのがあなた方のためになる私が去っていかなければ弁護者の精霊はあなた方のところに来ないからだ私が行けば弁護者をあなた方のところに送るその方が来れば罪について義についてまた 裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと。気についてとは私が父のもとに行き、あなた方ももはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が誕生されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかし、その方、すなわち真理の精霊が来ると。 あなた方を導いて真理をほどごとく悟らしてその方は自分から語るのではなく聞いたことを語りまたこれから起こることもあなた方に告げるからである。アメン祈ります。今も生きておられる万軍の主なる神よ今日もあなたが許された 救いの計画にふさわしいイエスの皆を命の救い主として心から迎え入れあなたの子になる資格が与えられた者どもが信仰によって主の御間に近づいておりますので必ず約束の中で報いを受けることができる信仰に前進できますよ今日も主の精霊によって一人とりを導いてください。 イエス・キリトの尊き皆でお祈りいたしますアーメンハレルヤー主は生きておられます信じますかじゃあ生きておられるならば主に対する信仰をまず正しくそれから熱く それから、確信に満ちて強く持つべ、強く。そうすると、結果が出ますから。アメン。えー、神が生きておられるといかに素晴らしいか、本当に、結果が出るから。結果が出るときには、私たちの神、イエス基トに対抗できる他の権威や力がないことがわかりますそれ。イエスがまさに道であり、 永遠に変わらぬ理屈を語る真理でありそして死んでも生きるそして永遠に生きる命であることが経験できます、えー、沖縄に住んでいる中地千草という、えー、女性の信者は今35歳かな、うん、大体まだ若い彼女は 今年の2月に自分の方から誰にも伝道されずに自分の方から教会に訪ねていてイエス様を信じたいと告白した人なぜかというと彼女は生まれながらの病気を持っているし毎晩と言っていいほど悲しばりに会う寝ていても悲しりになって起こされる こういう日々を送っていってこの世では356年生きても彼女が持っているこういう霊的な病院などではもう扱ってもらえない病名すら分からないでしょうこういう霊的なことをこの世の力では解決ができるところは見つらかりなかったから教会行ってみようと思って 教会に自ら訪ねていたそうですしかし訪ねてはいったものの彼女を満たしてくれる彼女を癒してくれる彼女の上皮を癒してくれるあるいは病気を癒してくれるこういう人生のトラブルを解決してくれるところがなかった。ですから当然上皮を癒してもらうために。 点々といくつかの教会を回りましたが結果は一緒でして YouTube で神奈川県にある教会の川崎説教を聞くようになって霊的なことを勉強するようになりました基本的なことそれでさらに具体的に自分の 問題を解決してもらうために相談に行くために沖縄から川崎に来て「来ていつや肝心なことを質問したらできられた」「答えてもらえない」そして「牧師が祈ってあげればもう一生金縛りには合わないから安心して帰りなさい」と言って牧師が安心して祈ってくれたそうです。 でも沖縄に帰ったその日の夜いつ,もよいつものように金縛りに遭いました。だから彼女はがっかりしました。ここまで来たのに、うん、他よりは霊的なことを説教してるから説教してるから約束通りに何か解決していただけるだろうと思って来たのに言葉では一度牧師が演出すれば一生金縛りに遭わないと その時は安心したんだけど家に帰ったらその日の夜にまだ金縛りになってしまった。でそれもう信,信用できなくなりました。だからいやこれこういうもんだったらじゃああとはどうすればいいのか本当に信頼できて本当にこれからずっとかっかりせずに通い続ける教会を求めて1ヶ月を祈ったずっと。1ヶ月間ずっと祈りました。 そしたらある日突然 YouTube で東京 EMC の説教が映ったのこれを見たら最初は痛んかと思ったってどこよりも話は厳しいいや厳しすぎるからええでも驚きながらも痛んかと思って疑いながらもずっと説教聞いてるうちにそれは聖書にある話じゃないか とといいうことに気がついたそれで1か月説教を聞いてみたら納得ができる悟り得ることになり疑問点が解けるようになったで7月からこれを見て始め8月に実際に会ってまた同じく相談してみたいと思って東京に来まして約2時間ぐらいもちろん東京に来る前にも電話で話があったんだけど話をして ままたた安心ししてあげましたその時私は何というの言ったのかというと「イエス様も一度悪霊を追い出してあげてもまだ悪霊は本人が自分の霊的な状態を空き部屋にしていると悪霊はいつでもまたもっとひどい悪霊がもっと多くの悪霊が入ってその人の状態をもっと悪くすることもあるとイエス様すらありの話をありのまま 真理をそのままつけて、一度の暗示で終わりませんということを、あとはあんたの信仰生活が大事だということを、イエス様も教えておられるのに、イエス様も語ってない聖書にもない話を牧師がイエス様よりも偉そうに一度暗示すれば一緒なる。これはもう真理じゃなくて、これは聖霊からは絶対語らせることはないような話なの。惑わす例じゃないと、絶対こんなことは口にすることはないの、まず。 だから聖書を正しく信じましょう。正しく聖,霊聖書を信じるためには、聖霊に満たされて聖霊に導かれる。そういう求め,を求め方をして聖霊に満たされて聖霊によって生きるようになれば、あんた自身が安心してもらわなくてもいい。今度は自分で説教で聞いてるように、シ i e s の皆で隣の顔見ないで絶対怒られるから。 悪霊を想定して、シューイエスの皆で命じるなんでたまってるの疑ってるシューイエスの皆で命じる自分にトラブルがあるときには悪霊が縛っていることを想定してよ、それを。アメンシューイエスの皆で命じる私を縛っている悪霊よ私を。 滅ぼそうとしてのくれよ。イエスの皆で命じる。私から泥割って出ていけ。出て,行け出て行った出て行ってないでしょ出て行ってないと、そういう不信仰で祈れば出ていかないの。絶対、自分じゃなくて、自分の力じゃない。イエスの皆で祈ると、イエスの聖霊様が言葉通りに働くことを信じて、 剣のあるイエスの精霊の権威と力を頼って命じるの。アメン。皆さんのイエス様は小さく、牧師のイエス様はひどまり大きいですかイエス様は昔も今も、どこいても、いつでも変わらぬ方な。誰が信じても同じ方な。アメン。先生、私が祈ったら弱いから先生が祈ったら。 これはね、不信仰なの不信仰謙遜じゃない。アメン。チコザさんが自分で祈り、自分で車で祈っていたらセイがふって、車で祈っていたら異が出る、うんうん。一人で祈ってるのに。セイが望み、威厳を語るようになった。そしたらこの人、もう霊的な経験があるから、悪霊があること、縛ること、 追い出さないと自分がやられること全部この人はもう聖霊を受ける前から経験があるから聖霊に満たされたら説教で聞いたかのようにイエスの皆で出てけこのはくれよと二23か月も経たないうちにああ金縛りに合わなくなりました金縛りは分かりやすいことを 悪霊に取りつかれて悪霊に押さえつけられる状態が悲しまりなの。アメンこれが悪霊であること分かんないから、悲しまりというふうなことわずかしてるんだけども、その原因は相手は悪霊なの。自分でも、だから、一生治らなかった、こういう霊的な病気よ。自分の祈りで。 簡単に彼女はボクシー、安心する際、いちいち電話しないの。質問したいことがあれば電話して、電話で相談するんだけど、んここ行体たいから祈ってくれと言わない、自分で祈るの。んない？これは、この人は初心者と言っていいほど、うちに来て3、4回、しか経ってないの。この席、離れていながら YouTube で聞くだけで。 なのに、皆さんが1年間勉強した水曜礼拝の何愛のシリーズをただ2週間で突破したの。何か答えを得るために、こういう時はどう対応すればいいか。うん、自分の敵のような罪人にはどう対応すればいいか。その答えを得るために、皆さんが1年間水曜日に勉強した愛のシリーズを2週間で全部突破して、その中から答えを得た人なの。混同あり、信仰あり。 こういう丈夫な男性じゃない弱々しい女性なの。でもその中から出てくるイエスの皆に対する信仰が本人の運命を3 2、3ヶ月で変えてしまった。それで終わりません。お母さんに転倒してお母さんもイエス様を受け入れてお母さんも礼拝を、崇一礼拝を捧げるようになりお母さんも 10年間持病だった。10年間持病があったんだけど、それが薬飲まなくても完全に癒されてよ。お母さんまで一瞬、運命が変えられまして。ハレルヤ。これが全部、とういうわけなのか。なんで以前は教会通ってもダメだったのに、なんで7月以降は、 急激と言っていいほどの変化が彼女とお母さんの人生に起きたのか病院行っても三十何年も癒してもらえなかった、こういうことがただ二三回月ってなんで車の中で祈っててもなるのかこれが他ならぬイエス・キルトが精霊によって約束どおりに正しい信仰で求める人に 答えて働きかけてさった結果な結果。あめん。今まで8月以降、ポキシと電話したのが月1っぐらい。それから顔を合わせたのは1回だけここに来たときに。それっきりよ。なんだけども何、10年、20年進行した人よりももっと熱く、もっと強くなっていって。 簡単にお母さんも転倒できて、お母さんの10年間の治病まで癒してもらい。ハレルヤ沖縄の一番大き,いか大きな空洞の頭まで、力まで砕いて解体して、もう破砕してしまった、ら破砕。打ち破ってしまった。前回説教して聞いてるでしょそれが彼女の祈りの結果なの。毎週火曜日、朝夕そ、その通り。 そのそば通りながら祈った結果、2、3ヶ月であれ崩壊したの誰が知るでしょうかこんな神の秘められた奥深い世界の話を誰が知るでしょうかこれが聖霊に満たされたクリスチャンじゃなければ、絶対知ることはできない。死んで地獄に行くまで分かんない話なの。アーメン死んで地獄に行くまで分かんない話をただの2、3ヶ月で簡単に突破できるのは、他などの世にある人や人間の知恵、知識、力ではなく、 お医者、科学の力ではなく、彼女が正しくイエスとイエスの礼に求めた結果であると、神の約束通りに牧師が教えて、約束通りに彼女が求めた結果、牧師とはもう関係なく、地下にタイルレットでイエスの精霊と結果が出る経験を経験が、結果をもって私はこう立ったということは証しができる形で、 イエス様にパッタリであったんですよ。もし電話で私が、おいお前、そんなことあったと言っちゃダメだよ。脅かしてもダメだよ。イエス様に癒されたとか、そんなこと言っちゃダメだよ。例えば私が脅かしても,も真似ない、マネはんで彼女は地下に自分で体験したか。自分でイエス様にパッタリやってるから会ってないと。経験してないと、癒されてないと、解放されたと言えないでしょう。話は分かりますかん 正しく信じれば、イエス様を信じることはいかに素晴らしいことであるか、本人たちはね、もう、泡を吹きながら枯れたくなるはずなの。そう転倒したい人いないのよ、これ。泡を吹きながら転倒したい人いるいますいないという、いないのはまだイエス様に本格的に会ってないから。イエス様が好きでたまらなく、何者かにその話をしたくてたまらなく、 夜も昼も興奮して、ほう、イエスよ。まるで、旗から見たら、気違いのような、見えない世界を本当にさらに重んじながら求めて、だから変だと思われないと、本物のクチャんじゃないの。周りに家族から変だったあんた、おかしくなったと、言われない、思われない人は、本物のクチャんにまだなってない証拠なんですよ。カラテヤシ書の 17節に霊の思いは肉に反し、霊の望むところは肉に反し、肉の望むところは霊に反してる、お互いに対立し合ってると言ってます。霊的な人と、聖霊によって生きる人と、肉的なイエスのみな死にますとったあとは肉的に生きる人とは、対立し合う、葛藤し合う、衝突し合う、ことごとくぶつか,るぶつかり合う、こういう直性を持っている同じクリスチャンだっても。なぜかというと、 聖霊によって生きる者は神の神聖に預かる生活を求めるし肉の思いのまま生きる人はこの世で生きる人は地道に生きる人は本能的に肉の思いで生きる人は悪魔的に生きる人だからとヤコブ3の通個説ではっきりと分けてるサタンの仕業が楽しい人と聖霊の技が楽しい人とどうして水と油のように混ざることはできるのか 一緒,まだない一緒二人両,両,両者の間には境界線があってこれはもう壊れませんよだから教会の一番の敵は精霊によって生きる教会の一番の敵は精霊によって生きない陸的な教会なぜそこはサタンが王座を置いてると刑事録にしでペルパカモン教会を通して 主の精霊がはっきりと言ってます、はっきりと。アメン皆さん、個人的に皆さんは、精霊によって神の神聖に預かるために信仰しているんですが、あるいは精霊とは関係なく求めず、陸の思いで地上,地上から出た思い、すなわちこの世的な常識によって、 自分感情にかられる信仰生活の水準にとどまって、自分の意志、あるいは理性の段階で聖書を理解し、それだ、そういう部分だけを受け入れるとしているのか、判断してみれば、自分がサタンに喜ばれる死んだなのか、神に喜ばれる生徒なのかが、はっきりわかる。はっきりわかります。神では目に見えない神、創造主の神の実体、本体であるイエス・キリストが、 たち、神様が体を持って実際に現れて説教しても多くの人はそれを聞く耳を持たなかったの。ああ、聞きにくい話だ。実に聞きにくい話だ。命を与える永遠なる勝利を与えるために神様が説教してるのに、おお、実に聞きにくい話だと。 イエスの説教を判断している。二千年前だって今も一緒よ。父に聞くに行く話。精霊によって感化感動されて聞かないと絶対その意味がわからない話ばっかりしてるから聞いてるのがちんぷんかんぷん。聞きに行くい話だというのはこれは正直な気持ちなの正直な。なぜそうなのか。神は祝国あれへと 言ったのに呪われよと言ったとこう受け取っちゃうのここに手を置いてみて自分も以前はそうだったかどうかそうだったんだろう祝福を受けるように進めれば呪われるように言ったってこうなるのなんでよそれは正常なの聖常。精霊によって生きない人が精霊が入ってないのに聖霊の力が満たされてないのに子供と 神の言葉が理解できて、アーメンができる人はこれ変だよ、変。逆に変なの。意味が分かりますか聖霊によらずには記録するとはできない話が聖書の話だし、だから聖霊によらずには読んで理解することはできない話が聖書の話なの。アーメン新神牧師が伝える説教に違和感がないと。 反感を持たない人、抵抗を覚えない人は、もうすでにあなたの中に聖霊様が入っていて、見事に対する理解する知恵、知識、力を注いでおら,れておられるから、これに違和感を覚えない、当然だと思って、アーメンができるし、従いたくなるし。しかし、違和感を覚える人は、聖霊があなたと共もにまだ働いてないことを今、悟って、 泣きながら、聖霊を私の中で共に働いてくださいますように、ねじに祈りなさいよ、立ち会いしながら、ねジょにパチンコしないで、パチンコはねジょにやらないのキャンプあるじゃんねジにそんなことしないで、ネ、ね、ジに聖霊を求めるべきだよ、泣きながら。どうしてですかどうすれば聖霊を私の中に入ってくださいますかどうすれば私と共にいて働いてくださいますかと。 どうしてなのかを聞きながら祈り求めるべきなの精霊をは起てないのに精霊によって生きてないのにいびきかきながら寝る人はただの肉の塊にすぎないのそれは日本じジャルの水準ですよ。日本じジャルもそれぐらいはできるから。意味が分かりますか精霊によって生きない人はただの車といえば古物。いや廃車した車と一緒なの。そのままだったらあとはかき集めて火の中に投げるもんだくれ。 意味分かりますか人間は神の神聖に預かって神の子に生まれ変わった時に価値あるものですよ。そうじゃなければ価値ありませんよ。一番皆さん、皆さん、世にあるものを神が地獄の火の中に永遠に投げ込んでしまうものはサタンの霊と悪霊と人間の霊しかない意味分かりますかうん これは何を意味するんですか人が悔い改めない、罪を持ったまま、神に抵抗して生きる人の存在姿がいかに、いかに、忌まわしいものなのか、神がもう目の前で見てられないの。火になって一瞬に開いて、消してしまうので、永遠に焼かねばならないほど、しつこいもの。雨で来ます。 だから信仰がないことは絶対人しかけな恥ずかしいことだし肉の思いを絶対思いにしちゃいけないのなんでそれは自分を滅ぼすことなんですあですか聖霊によらずには理解できないのが全てであります霊的なことはそれも神の霊のことは悪霊のことは占い師もわかるのなんで悪霊の仲間が占い師に入ると 悟って悪霊の仲間が占い師の中に入ると占い師がその悪霊の仲間である悪霊によって占いができるから占い師の中に入った悪霊は自分の仲間の悪霊の地図は分かりますから占いができるんですしかし神のことは神の精霊がある人に入って教えないと神のこと ことは正しく深く誰も知ることはできないの意味がわかりました法則は一緒法則は一緒みんな一緒に占い師は悪霊の仲間の悪霊が入らないと占いができないのそのように神のことは神の霊が入らないと神のことを 正しく教えることも諭すことも明かすこともできません。あ神の聖霊に支配されるか悪霊に、サタンの死者悪霊に支配されるかによって人の運命は今からのち永遠に極端的に反対方向へと 分かれていきます。分かれていきます。信じますか今、体があるときは、見た目では同じ人間に見えるし、同じ教会に通っていると同じクリスチャーに見えるけれども、中身は全然違う。ペルカム・キリト教会が、それを導くのは生理なくで、サタンだって。から、こういうことが分かる精霊様が、 人、使徒ヨハネをどうして教えてくだはったんですよ。アメン。うん。だから、教会の看板かけたからみんな、民が認める、られる、キリスト教の教会だと思っちゃなりませんね。当然、分かれてますから、見分ける必要があります。イエス様も言ってないことを勝手に語るのは、精霊化がおて、 悪霊からまとわしの教えであることをはっきり悟って霊を見分ける知識と力に満たされましてあなたの運命を悪霊に預けるような愚かな真似はしないように主イエスの皆で祝福させますアーメン聖霊によって信仰生活するともうはっきりと見えてくるの見えてくる ただの一日が自分の運命を永遠に転落させてしまうことがあることも見えてくるし今やってることが明日になればどういう結果をもたらすかも見えてくるから今いくら美味しそうに誘惑しても乗らないの生理によって生きる福祉さは節制の力を持って禁欲しながら生きる 理由はあります楽しむ権利はあります。でも楽しんだからといって全部自分に益になることはないから選ぶの。選んで有益なものを選んでいくのだろう。でもサタンから来る誘惑は大体おいしい楽しい賢く見えるから神のせいれによって見分けないとそっちがおいしそうに幸せそうに自由が聞くように見えるの。逆にせいれによって生きるとこれもため。 これもダメと言われるから、拘束される、カットされる、制限されると思って、霊によって悟りがないと嫌になっちゃうの。だから、雨ができないから、聞きにくいなと思って逃げていくの。こういう時は、イエス様はその人に妥協できませんから、絶対止めないの。ヨハネ6の60節以上を読んでくださいよ。イエス様が真理を語るときに、 反発するとは、イエス様は止めないの。なんで止めたらイエス様が汚れるの真理が汚れ、水割りになる、水割り。水割り日本人の皆さん、ウィスキー水割りで飲むなよ。飲むなら、ロックで飲みなさいよ。じゃあ、牧師が今日説教したから、今日今夜は飲む日だ。と思ったらなりませんよ。真理を水割りするな、っといな。 アメン。飲みやすいのは水割りが飲みやすいでしょ当然ですよ。水割りした方が飲みやすいの。妥協した言葉がビジネスで飾り付けた言葉が耳障りがいい。だから聞きやすいの。そっちに魅力がある。心をそそのかす力があるの。しかし、それは、それぐらいはサタンにできる話だ。 サタンは絶対、利害薬は飲ませないの。なんでよ、サタンは真実を語れませんからよ。サタンは真実を語れ,れないので、利害薬は真には語れないの。どうにかして、人を惑わす還元移設甘い言葉で、これはサタンの、これは特技なの、特技。あめですか サタンの誘惑に引っかかったら、どうしても今日はこれだけは絶対やってからこう、今日これやないと絶対もうためになりそう。イエス様にしたことはそんな思いが絶対しないね。なんでサタンに騙されてるから。でも生理によって生きる人は、今日世界がなくなっても家族は全部倒れて、どうなっても。 今日これだけはイエス様にしたがないと絶対ためだという熱い心がその人を縛るの。精霊に満たされたらよ。でも精霊に満たされてない人がこういう姿を見ると、気違い、狂信さ。信仰にイエス様に狂るっちゃってる人に見えるの。だからどうも理解できない。おい、ほどほどにしなさい。お前だけがクリスチャンかこの世にクリスチャンい,いっぱいいるよ。なんでお前が特別なこと言ってるんだよ こう言われないとおかしいお客に。言われないと。イエス様は神であるイエス様が世に来た時に、世がイエスを知らなくて字架につけたの。それも神が選んだ民、イスラエル民族がイエスを十字架につけたの。アーメン。イエス様をセイレによって知るようになれば、セイレによってイエス様を知るようになれば、イエス様はチェなる神な。 火の中からも地震の中からも津波の中からも台風の中からも髪の毛一本も地に落ちることがないように守ることもでき助けることもでき救うこともできる唯一の方がイエス様でありイエスがそういった方であることを証明してくださる小さい働く神は今に許しながら共にいながら聖霊様なのイエス様はこの世におりませんよ天国におります 来られます今度。再度再臨します。その時まではこの世に皆さんと私と共にする神はイエスの聖霊様ですよ。アーメンですかなのに日本で聖霊が働くまで望むまで働きかけるまで助けてくれるまで徹夜しながら祈ったりじ知しながら祈ったりする教会や祈祷員がいくつぐらいあるの 人は1億2600万もいるのに考えてみなさいよこれ。どこの町行ってももう人波があふれてる日本は。人多いよこの首都圏だけでも4000万だって首都圏だけでも韓国人口にほぼ近いよ韓国は4800万だけど日本は首都圏東京、都とない埼玉この神奈川 この首都圏だけでも4000万が住んでる。これだけでも立派な韓国のような一つの国を十分作れる。<ん>これだけたくさんいるんだけども大体360名に会うと1人がクリスチャン。それも精霊なしのほとんどのクリスチャン。だからこの国が世界、この世で一番最悪最低なの、霊的な状態が。 今はよ。でも今年からこの流れが変わってこれから立派なクリスチャンの国になることを宣言します。それは聖霊によって働いてもらわないと絶対ありえない話なの。今まで皆さんを縛っていた空像日本神道の霊これが日本民族が神に立ち返ることを一番先頭に立って強く妨害していた霊なの。 それとの戦いを東京 EMC は20年間やってきましてやっとキるから時代を許されたす。この全てはひたすら主の精霊の力と働きばかりを求めてきた結果だしこれからは皆さんは見るでしょう。今までの20年と違ってこれからの10年、20年は全然流れが変わります。見えてくるの。あ変わった、変わった。 変わった見えてくるの。一年前のこの人たちの顔と今の顔と比べてみなさいよ。一年前はフラフラだったの。今はしっかりとしてる。あみ。絶対心身に合わないでしょ絶対イエスさをゆ優先でしょ聖霊とともに生きだめ、夜も昼も祈ってるでしょそうしてない人は泣きなさい泣きなさい泣けばいいの。荒れる。 でも1年前と本当に運命が変わったと言えるほど自分で証しができる人が今ここにたくさん座っているわけです。皆さんの運命そのもの方向が変わっているの方向が。通してまた見つけてあっても方向は分かったでしょ。まだ足らなくても方向は分かったじゃないの。大阪に行くか北海道に行くか方向は分かったでしょ。まあ、日本の大阪は方向、まあ、北海道はどっでもいいけど。 うん、これは天国と地獄との話なの。あめん。今週の金曜日に北海道の札幌の加藤恭子さんの娘ネネ,さんがネネちゃんが中九歳ですよ。加藤ネネの名前を覚えて今日から毎日取り出しているのとさよもうとうとう親元離れて東京 EMC に集うために霊的な留学に今向かうつもり。もう 教会から一番近いところに、もうマンションまで契約、来る日に契約あ金曜日に契約するして、その日に入ることになっていますね。この左、手で左側の信号を渡ってすぐ右手になる、一番近い、2、3分しか書かない。何怖い時代だね。もうインターネットで全部準備して、うん、来る前に全部、あとはサインだけすれば生きて。こういう世の中になっています。 ねねちゃんが東京 MC に集うだめに札幌から東京に移住してくるのはこ,こういう流れは霊的に見たらすごいすごい道なのこれはアメンハレルヤ実に運命が永遠なる運命の方向が変わる話だネねねちゃんのママも今年キルガの時代に入ってから連絡きまして 彼女も今年から YouTube で説教を聞いた。そして子供の運命までもう帰りますよ本人は進学校に入り、神の精霊と共に生きる信仰にすっかり生まれ変わってきてますね。うん、じゃあ、こういう人の運命を変える、こういう力がどこから来るのか。 主の精霊から来ます。主の精霊に正確に導かれる生活に切り替えていくと、人を作り直すのは神様には簡単なの。性格は変わらないもんです、すほとんど。性格も変わるし、気分感情心も変えられるし、体の状態も、強弱な状態だった体が、丈夫な体に 変えられるし牧師の体はイエス様に会う前は運動はしていても体質的に夏でも風邪ひいた体なんで真夏でも風邪ひくような体質でした。運動してもダメそれは。しかしイエス様を信じられたからほとんどの病気から解放されてもう 薬っ飲まなくなってるじゃん。二十何年も。入院しなくなる、病院に。なんでよ、イエス様は、まことの癒しのだから。人間にできないことはできる方なその方の。その方が我々と共に働く霊が、イエスの霊が精霊様なの。精霊様を重んじれば、皆処理できます。 生霊様と関わらないとみんな失敗しますよ。いくら教会なのでも意味ない。30年、50年教会変えても意味ないの。一瞬倒れるの一瞬。だからイエス様が生霊を受けるまではどこにも行くのは何もするな。ひたすら罪を食いられたんで生霊が自分の中にお宿りくださるようにまず求めることだ。それからエペソ4の30節では生霊を 悲しましまてはならならい聖霊はこの中で悲しまれる方なの私たちが信仰によって神の御心をとりに生きようとすれば喜ばれ我々が肉の思いで自分なりに生きようとすれば悲しまれるなぜ悲しまれるか肉の思いで自分なりに生きることは滅びに至るみたいなのが分かるから聖霊は我々をご自分の子供として育て助けために親鳥を育ているから 我々が方向を間違ってとんでもないとくとこチュムジクレ行こうとすればセ霊は当然悲しまれるの。なんで聖霊によってあないの日まで我々が保証されている。さらにセ霊によらずには神の国に行って救われて神の国に行くまで我々を助ける保証してくれるように助けてくれる他の方も力もありませんという。だから絶対精霊様が 助けてくださることはできますように悲しませるようなことをやっちゃいけないってことなの。テサロニケこの二十節には一段と警戒の強度が高くなっている、うん。エペソー三の二十節ではせいれよと悲しませてはならないとおっしゃったのがカラティアシ この二十節では、聖霊を、聖霊の火を消してはならない。もっと極端的に、聖霊の働きを消してはならない。聖霊は多くの人が勘違いしてる。聖霊が一度親でくだされば永遠に自分と共にしてくださると勘違いする人いっぱいいるの。聖霊は働きをもうやめて離れていくこともあるのに。 一度入った精霊は永遠に共にすると、それがいい信仰だので、それは無知な信仰。それは無知な信仰。何が何だか全く分からない信仰なの、それは。アメンみんな一緒に精霊が宿られても、悲しましてはならない。保証してくださいませんから。救いまで。アメンだから、精霊の火を、働きを、決してはなりません。 そうだったらただ、の陸に戻るからですよただカラテやサン3では、精霊によってあんた方が始めたとしましても、陸で仕上げるような結果になる恐れがあるから、警戒するんだと、カラティア教科の人々に、パウロをどして神様が警戒しておられます。雨ですか一度精霊を受けたから、もう大丈夫、大丈夫。ああこれが信仰じゃない。これが立派な信仰じゃないよ。 これはもう,も,うもうそういう時点でその人はサタンの試合下に入ってるからそういうこと言うの。サタンの試合下から出てないからそういうこと言うの。影響を受けて。精霊によって精霊から影響を受けると、絶対そんなことを口にしませんよ。なんで精霊様はそんな約束に基づかないことはやたらにしゃべらせないのアーメンできますか 聖霊によらずには神を正しく信仰生活を正しく知ることもすることもできませんから。あメン皆さん、聖霊様は、いか言っても、王権を、王権を持ってこられた神様なの。イエス様は、体を持ってこられた神様なの。 意味分かりますイエス様は肉体体を持ってこられた神様なの何で目的は体で肉体で神のコヒジの代わりにイスラエル民族が罪の食大のために捧げていたコヒをイジを様の体で代わってくださるために生贄となってくださるために体できて生贄にえに犠牲になっておった神様なの。でもセイレ様はそのイエスが 神であり救い主であると明かすために王権を持ってこられた神だから王権を持ってこられた神だから王として敬いながら尊重しながら求めないと絶対働きませんよ。雨。だから同じ草なのでいても精霊によって正しく生きる草はすごい権威と力に満たされますね。身分が神の子に 神聖な神々と言われるレベルに上がりますが、聖霊によって生きなきゅうさんたちはレベルがサタンと共に生きるレベルにそのまま留まっている。運転の差があります。ハレルヤ。聖霊によって信仰生活をすれば皆さんすごい尊いものになりますし、権威も力も身分もよ。ヨハネ2の35節で、 神の言葉を受けた人々を神々だと言ってます。神の言葉を受けた、何だい神の言葉通りに生きるクリスさんたちよ。神々だと、旧約聖書でも、新約聖書でも言ってますね。何を意味する神の言葉を守って、受けて守って生きる人は神々神の子供なんだから神々ね。ハレルヤ、こんな話興味ないね、みんな。疲れた顔して。 神を信じれば病気治る金持ちになるよって言えばなんかもう眠気が逃げていくんだけど神の言葉を受けた人々が神々だとこんな言葉の意味分かんないハレルヤー精霊の力でこういう話を聞いたらすべての肉の思いが吹っ飛んでいきますそれで目が覚めます何 何今何ておっしゃった俺はね、こういう深い話じゃなくて、イエスの税によって悪霊を追い出し、この話を聞くだけで2時間泣いたの、2時間。初めの頃。イエス様がマルクの一生、カパルナム街道に入って、手にある教えを持って悪霊を追い出し、この話を聞くだけで2時間泣いたの、2時間。 興味があったから本気だったからイエスを本当に信じたから他の目的でイエスを信じるからこういうすごい話に興味がないもう一度言いますテストしてます神の言葉を受けた人々は神々だと言われるんだもういいよもういい 神の霊に感化感動されるとイエスの皆が自分の神でありもう思うだけでもイエス様が私を見ておられる思うだけでも思い出すだけでもイエス様が愛しておられるそうそうそうだよこう認めるだけでももう涙は本当にこれ止められないなんでよその感覚が分かるから精霊によってそれが何を意味するか イエスといえばそれは何を意味するか、うん。精霊といえば我々の全てだともう分かってるから、うん、一言の単語を聞くだけでももう抑えないと涙出て説教もできないくない運転するときにそんなこと思い出したらもう運転できなくなる。だからもう抑えつけて感じないよとか感じないよと頑張ってるの俺はたまに。 感じたらもうたまらないからよ。意味が分かりますかこういう話の。イエスがとなれただろう聖霊様が感じたらもう胸いっぱいになって涙出て運転できなくなるから感じないために頑張るの、客に。こういう話を聞く、聞き取る水準になるべきな。アーメン。我々がたとえ主の礼に従うために 今ある肉体の命を目の今この場で投げることがあってもこれは小さな軽い行いですよ。なんでこれによって我々が永遠に神からいただくものと比べればもう比べること自体が愚かな話で。愚かな話。なんで死んだたちが憂いばっかり痛み苦しみ悩み事ばっかり抱えてきるのか 今日5節で読んだはずだ。5、6節で読んだでしょ。イエス様が十字架を背負って死んで復活して神の国へ行くという話をしたら、弟子たちの心に悲しみでいっぱい満たされたと言っている。何これが人を救う神の計画なの神の御心なのこれが成就すべきだと、はぁ、ついや祈り求めるべ喜んでよ。人たちが悲しみで客に満たされているのは何だ神の心がわかんないから。 これが悲しいことだともう非道を救う自分が救われる道なのに逆に悲しみで満たされてる理解できないからよ。だから弁護者の霊、真理の礼イエスの精霊が来られるとあんた方のそういう自分なりに神の法則を知らないまま自分なりに生きる罪に対してその誤りをまず責められるんだよ。 身心は知らないまま勝手に生きる信仰を責められる。サタンがイエス様の死によって砕かれて、サタンが武装解除されて砕かれて、死の力から恐怖から解放されているにもかかわらず、サタンを裁かれている存在なのに死,に死の恐怖に包まれてよ相変わらずああ。お金がなければ死んじゃう。食べていかなければ死んじゃう。こういう恐怖に包まれて、 サタンの、裁かれたサタンの虜になっている。それはクリシャンの考え方、生き方、心の持ち方であってはいけない。それは間違いだよ。それを神が裁いたから、サタンを。そんな恐怖に包まれないで、手的で大胆になりなさい。強くなりなさい。イエス様の皆がそういうのもうすでに十字架でなさったことを信じないから。 聖霊が来たら、なんで裁かれた霊にあんた方は恐れを感じているの裁かれたサタンになんで恐怖を覚えているのなんでその試合下に今までとど、うん、まっているの聖霊が来るとクリスチャンたちのとんでもない信仰を悟してはと、うん？それはだめだということ。ハレルヤ。クリスチャンたちは私は初心者だから、 弱いから、小さいから、からからから、いろいろ、いろんな弁明ぐらいふさわしくないってことなの。これはイエス様が砕いたから、全部。聖霊によって生きる、くしゃは、でも、それを乗り越えて、神の子供として、とうとうと誇りを持って生きるべきなのに。牧師といえば。ボロボロの姿で、みすぼらしい姿で。あれやあれやこういうのは牧師じゃない。 クリシャンはみんな、育児のない、こういう、無気力な人がクリシャンじゃなくて、世の人々に、今ものちも未来のビジョンまで持たしながら、主は生きておられる。みんな一緒に。ハレルヤー主は生きておられる。これを宣言しながら、 世の人を引っ張るような覚悟と態度と誇りを持ってそういう心構えで生きるべきなの。生霊によってよ。なのに金持ちの前,前行けばうちはいつああいう金持ちになるんだろう。いつになればああいうふうに豊かになるんだろう。こんなことばっかり考えててはこれはそれがそういう不信感が罪なの。 主が我々に約束したのは永遠なる命だし、世を生きる間には世の暗闇に包まれている人々に光を照らせ、光を。で彼らを救う偉い存在となれ。これが主の約束なのに、逆によ、ノンクリサンの繁盛ぶりを憧れるような、不器力なクリサンになって、まだ信仰がないから仕方たないわ。 お母さんの母体に戻ってもう一回生まれかもう一回申請やり直すそれできないでしょそれできないから聖霊によって生まれ変わりなさいハレルヤーアメン、うんうん、今年も韓国行ってある牧師から名刺いただいたらねいろんな牧師かと思ったら何々博士何々会長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  読んでるうちに疲れちゃって「牧師はどこにあるんだ牧師は?」「どこの担任牧師だとはこれはどこに書いてないの?」「博士と会長で終わってる名詞が」「俺が読みたかったのは何々教会の主任牧師担任牧師こういうのが読みたかったんだけど牧師からもいただいたからそれはなくて何々博士何々会長博士も何々教育博士牧師牧師学はか国会学を博士 ボクシーなのか恥ずかしいのかやめなさいよ聖霊に満たされないから余計なことに神経と心気分感度希望が全部のぞ取りあの奪われてしまって方向が間違っていくの聖霊によって生きると全部何もいらないイエスの皆だけでいいの聖霊様だけでいいの一冊の聖書だけでいいのアメン 信じますかどうも信仰生活は理解的ない心が熱くならないイエス様がどこにいるか本当にいるのかなあと思う人を今日から泣きながら罪を悔い改めで聖霊を私の中に雇ってくださり聖霊の不思議な力を注いで強めておいとそして私が聖霊によって1から10まで 考えて、判断して、行動を起こして生きることができますように。さあ、と祈ってよ。もう単純に祈ってよ、単純に。アーメンん。こで、威言をもらって、威言を下ださいと、もう遺言で、歩きながらも祈って歩きながらも、運転しながらも、トイレ行ってまで祈るならせよ。トイレ行って仕事しながらも、威言で祈ってよ。あめん。当世、家様は全部見てるから。 皆さんが足していても中に入れていても、イエス様には見え見えだからよ、もう。トイレで汚いところで通して祈るの。トイレ行けなくても、ス様の目には見えるんだよん。意味が分かった意味が、そんな肉の思いで判断しないで、霊によって絶えて祈ってよ。それで、聖霊に満たされて、本当に悔いが残らぬ神聖になりますように、求めてくださいよ。そうすれば、皆さんの運命が変わります。アーメン 運命が光りり輝く運命に変わりますよ病気などは神がよし神が決心すれば一瞬治るの一瞬アメン絶対これはためあれはため自分で制限しないで神の能力には制限がない無限な無限禅の何でもできるこんな病気もできますか聞くんではない信頼でも生き返らずとはできるの 雨、我々も真似したじゃん。四回、五回も真似したじゃん。信条止まった江とを戻れイエスの皆で戻ったじゃない何人もいたじゃん。うちらにも真似できるよ。なんでイエスの皆と聖霊があるから。ハレルヤ。ハレルヤ。イエスを参回読んで祈りますが、聖霊なしに、求めなし、求めないで積極的に、その力に頼らないで、 自分の理性的な感覚で生きてきたことそれは罪だから、イエスを十字間につけた罪だから、悔い改めながら、聖霊によって自、自分の気分感情心ろの思いを十字間につけて、聖霊によって生かされて生きるようにと求めて祈るべきですよ。アーメン,アーメンイエスさんかいイエスよイエスよイエスよ